人幕九五郎、人幕九五郎、人幕九五郎、文政十二年五月三日、1829年6月4日、明治三十六年、1903年10月21日は、出雲国奥に東村、現、島根県松江市東出雲町会東出身の元大相撲力士、第十二代横綱、本名は、石倉脇太郎、負けずと言われた競合で、 明治維新の後に大阪東取総長となり、横綱の台数を草案した。文政十二年五月三日、1829年6月4日に、出雲国王う東村の農家に生まれる。14歳だったある日、兄と友人の3人で小舟に乗って、海釣りを楽しんでいると、登った月が3個に分割してその間に3個の星が出ているのが見え、 左から右へ旋回する様子が15分ほど見られた。三人の中で自分だけが見えたため、慎太郎は以前から好きだった相撲で名を挙げなればならないと決心して力士を志した。後下4年、1847年、大阪相撲の巡業へ飛び入り参加して、自信を持ち、尾道の土地相撲へ加入してその力量を認められると、同時にクロード氏慎之助と名乗って、 同郷の力士、初を、旧五郎の弟子となった。海江元年、1848年に初をが、没すると、巡業に飛び入り参加したことがある大阪相撲に戻り、旭山城白江門の門人となって、海江三年、1850年十一月場所に、初土俵を踏む。安政四年、1858年一月場所で、新入幕を果たすと、 江戸相撲へ加入して州の山部屋に所属する。当初は徳島藩の抱え力士として出発したが、途中で松江藩の抱え力士となり、源氏元年1864年10月以降は薩摩藩の抱え力士となった。この所属替えが後に明治以降における人幕の活動を助けることとなるが、度重なる所属替えは徳島藩士の人幕への嫌悪へながった。 慶応2年1866年11月場所で大関へ昇進し、慶応3年1867年正月に五条家から、同年10月に吉田塚酒から、江戸時代で最後となる横綱免許が授与された。同年4月場所7日目、陣幕は徳島藩の抱え力士で、かつては共に阿波の四天皇と称されたこともある、強豪力士、 木面三や五郎と対戦。土俵脇の砂かぶりでは、徳島、薩摩の両藩士が刀の柄に手をかけ、立業寺、四季森の助も顔面総白になるという一触即発の重々しい雰囲気の中、両者は待った二度、水入り二度の後に引き分けた。水入りの際の場内の大騒ぎは、天地も崩れるほどだったと伝わる。人幕が横綱として相撲を取ったのは、同年。 十一月場所までと非常に短期間で、その後は明治維新の動乱に巻き込まれていく。慶応三年十二月二十五日、千八百六十八年一月十九日、江戸、三田で発生した薩摩藩邸焼打事件の直前に、偶然近くを通ると、田室する武士たちを見て即座に、藩邸への襲撃を予期し、潮止めの船宿から早船で、本所の自宅に戻り、 半可会の力士全員を招集した上で、妻と別れの坂を交わすと早船で、芝の判定に戻った。しかし、判定はすでに、庄内藩士らの手によって焼き打ちされたため、人幕は、川崎の漆田の家まで走って向かい、知人に対して、大阪にいる、西郷隆盛へ急を知らせる手紙を送るように頼んだ。この手紙は慶応四年一月二日、 1868年1月26日に西郷のもとへ届けられた。母親戦争では、官軍の二田がかりや、京都に登って、薩摩藩主、島津忠義の護衛を担当した。その後は、東京相撲を離れ、年寄り、人幕として大阪相撲の東取総長を務め、大阪相撲を東京相撲と同等にまで引き上げる、活躍を見せた。明治6年。 1873年6月6日には、大阪造兵領での天覧相撲において、大阪相撲と踊り総長として、取り組みを編成したが、人幕が決めた編成に、西郷隆盛が納得せず、強引に大関、八人の対戦相手を務めるように、命じられた。当時すでに引退から3年が経過していたために、勝利することなどできず、安西書日記には、東方薩摩の人幕は、 大阪の八陣に負けたりけばさすがの最後も座に耐えず、して、倉庫として廃寺して尻ぞきけるとぞと書かれている。これがもとで、明治十三年、1880年9月場所限りで、廃業し、実業家へ転身した。明治二十一年、1888年5月には、靖国神社での大祭奉納王相撲で、横綱土俵入りを奉納したほか、明治十九年、 1896年には、力士として、初の自伝、人幕九五郎道高辞席を表した。実業家としては、とりわけ相撲関係の検討事業に奔走し、明治33年、1900年に竣工した東京、深川の富岡八幡宮の横綱力士碑を建てるなど、全国各地に相撲に関する石踏みを建てた。玄君縁炉をはじめとする政財関係の大物が、 人脈の憲劇活動に全面的に協力しており、かつて薩摩藩抱えだった経歴を十二分に活用する形となった。晩年は相撲工業中に限って東両国の非常地の一角で横綱せんべいを販売していたと伝わる。明治36年1903年10月21日に死去。人脈は遺言通り、 生前に作らせた7 5ラムの日の木製の棺に横綱を巻きつけて葬られた。神幕の墓は東京都品川区の光取寺と広島県尾道市の工業寺にある。横綱在位はわずか2場所だが、勝率は10割、1867年3月場所、7勝2分、同年11月場所、7勝で合計14勝0敗2分という記録を、 打ち立てている。江戸相撲の本場所のみを示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。